くらい電撃で無理やり確定させんな。天才的頭脳と強靭なフィジカルの両立による未同婚。そして早速癖がありそうなやつが来たんだよな。なんやこのキャラ知らんのだが、格闘技っていう立派なキャラだぜ。知らんな。おい、そんなよくわからん一般人が同じ土俵に立とうなんておこがましいわ。オールスターは懐が深いんだよな。でお相手はやたらに暴れてくるタイプで、戦況はやや劣勢だが。まあええわ。こういう場面でこそ取り乱さないのが大事ってそれ一番言われてる。結局道連れで全部負けたんよな。まともに戦えば普通に勝てる展開だったというのに。ラブ、クソ展開有利な時に限ってラブがでや。ラブで離れてんのに詰めてくんじゃねえ。そんな理屈はビップじゃ通用しないぜ。ザーザー、落下が早く。危ねえ。知ってたけど相変わらずまともな戦術じゃないやんけー。残念外れた。だからこんなキャラ知らねえって。ボックスとかなら軽さでなんだかんだ押せるけどこいつはそんな軽くないぜ。そして台上でメテを狙ってくるので、あー、何のエキストぐらいのビハインド何度も覆してきたわ。ここまた道連れ技食らって詰められるなよ。さすがに5回もミスミスと食らうわけにはいかねえ。おい、メテオ威力想像以上に強くてくさ。なんでやれーパー上空からしてる時じゃねえだろが。まあどっちにしろ2発目食らってるから一緒だ。とんでもねえ。そもそもあんなメテオがなければ始まってすらないんじゃ。意味不明。お相手も最善ということでガードは固くしてるぜ。ここがけ橋だったからライジング安定。よーし、ここでスムーズに撃墜決めたい。落ち着いて詰め直していって。まあ道連れ系明日3試合目は勝利したから引き分けで終えておきましょう。どうかな。まあ良いレギュラー会はさておいて、普通に魔法連打食らっていたい。コマンド開いたらちゃんと見ておけよ。魔境トップ近くなってくると正直に飛び道具打ってくる方が珍しいからつい。まあひとまずワンタッチで火力稼ぐんだぜ。オッケー、せーの、最高っす。一番美味しい展開来たわ。あら、受けてね。ワンチャンバースト欲しかったところではある。なんでだからルーラ先読めるんだよ。なんとなくそれっぽい。あぶねえ。まあ死ななかったし、これはめちゃくちゃでかいぜ。そしてこちらはパッパパワー。とまあイレギュラータイムはさておいて、次々イレギュラーばっかやないか。これからは多分まともだぜ。多分な。うるせえ。ひとまずお相手がどんな、読まれてるな。相手に息をさせてからが本番よ。その逆境メンタルなんだよ。そしてちょっとそれっぽい展開だが繋がらず、この企画戦士防衛、戦士防衛。崖外で無理しないって上書いてたよな。月数取れるなら無理するに決まってんだろが。意味不明。相打ちだがまあストックさでいい感じだぜ。今のライジングで出たらサムネ待ったなし、オシャレコンボだったのに。それがよくわからん。と IQ になったと。黙れ、離せ。ここ帰れ。あ、やべえ。何のジャンプを温存してたのがここで言ってくる。翼にも当たらないように。もう一度。ダメーこすりだな。おい、リスク以上にリターンがあれば飛行。そして謎くん後で焼け死ぬと。どけ俺。あの場面のクラック出すのがむずいのと、横スマ怖いのがネック。チャンスしてこい。それで痛い目見てるし、ガード硬。ここ全神経を尖らせて復帰する。その追い詰められるまで深入りするのやめろ。了解。分かってねえんだろうな。せーの、あーウエストだ。おい、さすがに。バカ丸出しですね。バカだからね。あ、なんよ、今の若いもんなんて。ダンクの方がリスクは低いけど、右の親指がダンクの動きをさせてしまった。強いパンチ。まあとっさに選べるか言われたら怪しいけども。というわけで崖攻めフェーズ。ガラキだ。オッケー。ナイス崖奪い。弱順順警戒してる時に笛に刺さる崖奪いもポイント。オッケー。さてこいつを倒してリスクを制していけ。危ねえ。この機会外れたのは始める。発射。発射。いつものうまうま連携。ここで掴み当たりを吹かしてく上にナックル入れれるのが理想だが。けどこいつのくうまいん。あと隙がないやないか。持ち直したけどバーストはせず。重すぎるだろが。ゼリーと体重差。オッケー。まあナックルぶち当てて無理やりバーストすると、くうまい相打ちだろうがバーストさえ取れれば安いからとなす。
反戦ダンク暴発もとっさに作ろうんですわ。それほんとダメージのズレ幅でかいよな。そこで甘えたく前上がりしてこい。崖つかまり。もったいねえ。今のは無敵切れてたし下強あたりで十分だった。引いたら引いたでチャンスだぜ。セリア2期の足のコーガー。それに回復。やべえ。おい。いやいや大丈夫大丈夫。ちょっとヒヤッとしたけど結果オーライ。空を引っかかるしブラック暴発で死んでもおかしくない。まあバーストさえしなければボブみたいなとこあるから。クソが。根っからそのメンタルで戦えるの羨ましすぎる。惜しい。どけよれ。オッケー。バスターウルフ相打ちというイレギュラー展開をものにするスタイル。開幕この一撃相変わらず。そうか。なんでそこが当たる。一度体勢を崩された相手はパワータイムの餌食になるであろう。あと一撃か。そしてここは兄にパナサグ投げで崩す。死なないのはアリコ水になんですわ。狂ってるよね。チャンスないしここは全神経尖らせて復帰するとき。こういうとこ雑に上から帰ったりしたらやられてしまうぜ。ラッキー捕まえて。ここの形勢逆転ものにしたいところ。ダメージはお互い十分だぜ。ガラキだ。オッケー。超必殺分回したところに刺さる崖奪い君。特にお前のような固めるキャラだったらな。そして次はアイクだぜ。なんか最近地味にいるイメージ。一時は全然いなかったけどな。危ねえ。というわけで1にジャンプ読み2にジャンプ読み3に騎乗べったり行くわよ。実際それぐらいの心構えがいいと思う。ほらダウンは飛びすぎてありません。これかほらほら甘いぞ。ワンデスこれはいけるんじゃ。Fuck you. 下強が外れた分クエムが本当てになったからな。精神防衛。うん、もうここまでダメージが溜まれば誤差よ。こんなもん復帰阻止はない。あくまで潰しに行くと相打ちでバーストなるなら狙うに決まってるんだよな。ここらおその気ならこっちも出すもんだ。死ね。OK。終盤時々ある上様ぶっぱ。気分爽快だぜ。バカげてるぜ。キルートを10機した上での最適解出してるだけなんだよな。お前10機って言えるほどアイク知らねえだろ。上 B と横 B だけでしょんなもん。怒られろ。うん、ダメージでクラックがかすったけどよしとしましょう。下投げクラックは重量級でもレーパーが基本っぽいな。なんならレーパーでも軽量級だと抜けることあるのよね。なんかワンチャンぼったくれそうだったが外れたと。これも反転ダンク君だからできた命のつなぎ方。行くぞ。おい。もう少し早めに出しておけば。そこじゃねえだろ。しまった。もう一回。甘いぞ。やはりダンクで始まりダンクで終わってしまうのか。結局そこに帰ってくるんだよな。そして次はイカだぜ。その引き風5分分完璧にいなしてやるよ。ランけどその分分もリスク設定的に管理された場合もあるからな。最低クラックが当たる位置まで近づけたら狙う。ひとまずいつものこういう繊細キャラ相手にはこれだけでも全然違う。まあまあ、よく言えば今の入れ込みダンクでさらにメンタル削りたかった。マジで考えてることがろくでもねえ。パワーキャラが立ち回りキャラに勝つってそういうことだろが。いちいち切れてんじゃねえよ。捕まえて。ここ打ちべくはしてくれず。オッケー。崖橋だし打ち変更してくれるとこだけどな。まあテリー対策知らなくてもとりあえず外って人もいるしね。ここローラー。オラー。追い出したて。ここ探りを入れる。普通に殴られると。ワン。これか。これか。精神防衛。雨に飛び出すな。今の本当に出したかったのはナックルだったのよ。ガラキだ。惜しいバーストはせず。普通に倒して欲しかった。まあけど有利展開なのは変わらずだぜ。ここなかなか強引に攻撃倒してくるわね。また企んでるな。強いパンチ。OK。OK。そんな貧弱な腕でテリアミットかぶせ合おうなんて100万光年早いんですわ。めちゃくちゃ楽しそうだなお前な。レーザー反転したけどセーフ。おい。ラッキー。まだまだ終わらないぞ。稼げるだけダメージ。クッソなんでやパワーが反転してしまうわ。新手の病気かそれ。まあ普通にワンセット入れまして。音が発信すぎる。終わらないぞ。おい不在の極め。あー OK。 その暴れ癖が悪い方に出たようね。ダンクと殴り合うほど割の悪い勝負ないからな。さてここからもう一度横強クラックから展開作り。それじゃねえねえ。しかしガードが削れてる今がチャンスよ。劣勢からの切り替えが早すぎる。普通の単発ダメージ。下強で展開したかったけど。ええわ。
ここは絶対に回避、偉い。間違ってもジャンプするとかなり危険だぜ。せーの、爪楊枝とは違った爆発連携ができるのも面白みなんですわ。値を出す意味ないだろ、いい加減にしろ。一緒にするな。真面目にするといった結果がこれか。いや実際真面目にして戦闘力は普通に上がったんだけど、やっぱ取れ高となると最終的にパワーとダンクになるよねっていう。これは筋金入りのジャンキーだぜ。